皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。キズナあかりです。では、今回の5カ年計画の内容を発表します。5カ年計画の目標は、自動車工場の建設と観光業の構築です。ついに、自動車の国産化が来たね。あと、観光産業に進出し、外国人観光客を誘致します。観光客がたくさん来れば、外貨が稼げるね。化学プラントが全部完成しました。ついに完成したね。農作物用の倉庫とパイプラインが未完成なので、砂利以外を輸入します。あと、伐採所横に建てた流通事務所も未完成だね。そのため、砂利以外は輸入で暫定稼働します。農作物の生産量を増やすため、三浦の農場を拡張移転します。農作物の倉庫がでかすぎたからね。機械部品工場の建設が進んでいますね。労働者を増やすために鶴巻の市街地を拡張します。化学薬品は列車で輸出します。1回で11万ルーブルの利益が出ていますね。列車の増発に向けて、春の本線を八百屋税関まで複線化します。春の炭鉱に結ぶ鉄道路線を建設します。鉄鉱山の労働者を増やすため、下教員に高層アパートを建設します。機械部品工場が完成しました。銅鉄で機械部品を製造し、車両工場や家電工場で消費します。今のところ、使い道がないから輸出だね。機械部品は、銅鉄より高く売れますからね。アパートの建設が進んでいますね。人口が増加し、配給に長い行列ができていますね。原作再現だね。農場の建設が進んでいますね。労働者を輸送するため、春野から臨時列車を運行します。農場の建設が進んでいますね。もうすぐで完成だね。倉庫を除いた部分が完成したので、初期の農場を解体します。これでスッキリしたね。次は
観光産業の進出ですね。ついに観光客が訪れる時が来たね。まず最初にホテルを建設して、次に共和国劇場を建設し、共産主義宮殿を建設します。観光客に共産主義をアピールしないとね。その次に民主蜂起博物館を建設します。全体の設計が完了しました。あとレストランとカフェ、遊園地とビーチを建設し、ホテルを追加しました。川沿いの砂利を有効活用するために骨材置き場と建設事務所を建設します。砂利を鶴巻から運ぶより時間の短縮になるね。建設事務所にダンプを購入してグループを設定すれば完了です。歩道に砂利が引かれ、ブルドーザーで敷設していますね。歩道がニョキニョキしてて可愛い。共産主義宮殿が完成しました。かっこいい宮殿だね。新しい倉庫が完成し、農作物の積み込みが始まりましたね。鶴巻の学生が多いので医科大学を建設します。科教院駅でデッドロックが起きていますね。鉱山方面と鶴巻方面の列車が交差するから、この辺はよく詰まるね。鉱山や製鉄所に労働者を輸送するので、止まると致命的になります。科教院駅付近を複々線化しました。これで列車の運行がスムーズになりましたね。あとは電子部品とプラスチックですね。機械部品工場の近くに電子部品工場とプラスチック工場を建設します。では建設開始。工場の設計が完了しました。石油を輸送するために引き込み線を建設します。
資材を運ぶトラックが並んでいますね。トラックが多いから建設が早く進むね。観光地区の建設がだいぶ進みましたね。あとはホテルと遊園地くらいですね。電子部品工場とプラスチック工場が完成しました。一棟はまだ建設中ですが順調に稼働していますね。石油と化学薬品を春野から運び、電子部品とプラスチックを生産しています。春野本線の春野から西春野まで電化します。電化したら列車を購入します。列車は EN57 にします。春野から西春野までに結ぶ列車を電車に置き換えました。かっこいい電車だね。電子部品工場の近くに新たな都市を建設します。ちょうどニートが2000人以上に跳ね上がったのでちょうどいいですね。高層アパート群が並ぶ近未来的な都市になるね。高層アパートは資本主義の象徴ですが、実際にピョンヤンに建てられたのでいいでしょう。一部はまだ建設中ですが、観光地区が完成しました。ついに観光客が来るようになるね。観光客を輸送するために国際列車の運行が開始します。隣国で観光客を乗せて春野に向かいます。バス停に降りて徒歩でホテルに向かいます。ホテルに観光客が収容されましたね。観光客が宿泊しているホテルの名前はパークインハルノです。では観光客を監視しましょう。観光客の安全のために帰国するまでガイドが監視します。現在観光客はホテルで食事をとっています。ディナーを堪能しているね。食事をとった後に遊園地に向かいます。アトラクションで楽しんでいるね。2日目は朝食をとった後にショッピングセンターに向かいます。ショッピングセンターで東側の製品を買っていますね。外国人の入り店が可能になりましたし、東側の製品は高品質ですからね。観光客はお土産を買いますからね。
テレビ放送を見た後にビーチに向かいます。ビーチでバカンスを満喫していますね。春野はリゾート地で、夏に観光客が多く訪れますね。現在の観光収入をご覧ください。ホテルの収入が多いですね。現在までに30人の観光客が入国しました。共和国への入国希望者が増えているね。共和国の評価が三つ星ですからね。これで5カ年計画の一つ目は達成しましたね。あとは自動車工場ですね。今回のご視聴ありがとうございました。